11番長谷さん、父がロードカナロは460キロです。鞍上川田優が54キロ。12番ラズライト、リオピース産地448キロ、宮崎ことと54キロ。13番ロボマジック、父が里根マラジン460キロ、吉田豊54キロ。14番ラックリオーラ、法律産地です470キロ、野中雄太郎54キロ。15番ミラーエイク、父はストロングリター、438キロ、小林修斗51キロ。そして16番スラム妖精、スティールワールサンプです426キロ、須澤明56キロの記録です。森空の高山競馬場、あとは芝コース外回りのホールとモーニングアップに移っていっています。5レースは新馬戦、芝の内容戦、カステラでお待ちください。第5レースの払い戻し金を場内テレビでご案内しております。